大量だな。いや、さすがじゃの桐生さんは、あのサメを倒しちまうんじゃけん。大したもんよ。今日は祝杯と行こうや。ああ、おう天野、聞いてくれや。天野、桐生さん親父さんの敵を取ってくれたんよ。バカ。おい何言うちょんな。桐生さんはお前のために。勝手に黙って行っちゃうなんて心配したんだから。お父さんみたいに桐生さんも死んじゃうじゃないかって。私、天野。バカだなお前は。俺は死なねえよ。前に言っただろ、いくつも修羅場はくぐり抜けてきたってな。それにお前を悲しませたらこの人に怒られちまう。桐生。だからそんな悲しそうな顔をするな。お前は笑った顔の方が似合ってるぜ。はい、よっしゃ。しみったれんのはもう終わりじゃ。せっかくあのサメを倒したんじゃけん、祝杯じゃ祝杯。はよ準備じゃ天野。はい。いや、今日もええ酒飲めたの。最高じゃったろ桐生さん。ああ、桐生さん、今回の報酬です。いつもより多くないか。いいのか。ほうよ、それは他の漁師のみんなからよ。他の漁師。あの人食いザメを倒してくれたおかげでみんな漁ができるようになったけ、そのお礼よ。まあ命かけたお礼としては少ないかもしれんが、取っといてくれや。わかった、ありがたくいただこう。今回だけじゃないけん、キリさんのおかげでわしらみんないろいろ助けられたけん、本当にありがとうの。キリュウさん、ありがとうございました。気にするな、俺もいい経験をさせてもらって感謝してる。そのキリュウさんさえよければこれからもずっと私たちと一緒に漁をしませんか。
おお、そうよ。わしの怪我は治っても一緒にやってくれや。気持ちは嬉しいが、俺もいつまでここに顔を出せるかわからない。俺には他にやることがあるからな。そうか、そうですよね。だが俺にとってここは大切な場所だ。可能な限りこれからも顔を出させてもらうぜ。構わないか？はい、もちろんですよ。ね、伊沢さん。聞くまでもないじゃろ。これからもよろしくの、キリュウさん。ああ、よし、じゃあ仕切り直してもう一杯行くか。さすがにもうお腹いっぱいですよ。何言うとんな、お前は。そんな弱っちい女、キリュウさんに振られちまうぞ。振られるって何言ってるんですか、もう。